カーロスは東京での矢吹戦で形の上では引き分けだが、実際は骨の髄まで届く深いダメージを受けていたんです。反射神経や運動神経を犯され、悪質なパンチドランカーとなって階段の上り下りさえ支障をきたすほどになっていたんです。ヘイミスターロバート、もう一度カーロスを挑戦させる意思は？どうなのか、お願いしますよ。カーロスはもうダメだ。ジョー矢吹にスクラップにされてしまった。カーロスはもう廃人だ。全てが終わったのだ。グッバイマイカーロスリベラー。